賞味期限が思いっきり過ぎてる冷凍の餃子2パックあるんで、これを焼きます。まあ2パックって言ったら24個なんで、1食6個として4日分に分けます。さすがにね、この状況でね、昔のように、昔は2パック食べてたもんね。おかげでね、ベルトが、2つ減りました。めちゃめちゃ減りました。焼けるかな。いつも焼けなかったですよね。疲れた。やっぱね、城ヶ島行くとさ、体調いいっすよね。やっぱり城ヶ島で暮らしたい、本当に。じゃあちょっとこのまま焼きます。まあ、多分焼けたと思います。よし。さあ、これどうやって分けようか。あ、2、4、5。あ、これちょうどいいわ。くっついてるやつを、これ今日の分にします。もうこのままにして明日食べるときに分けますわ。はい。本当はね、付属のタレつけたいんですけど、またポン酢かけます。お酢取ります。よいしょ。今日の晩ご飯はいつもの城ヶ島スペシャルと、あと餃子6個。あとこの以前買って残ってた、スプーンで食べるさつまいも。これです。では、いただきます。